三重県道530号、溜まる停車場斎明線は、三重県渡来郡玉城町から同県滝郡、名和町に至る一般県道である。三重県道65号土海玉城線との交点異北は、サニーロードと呼ばれる。路線名の斎明は1955年から1958年まで存在した斎明村に由来する。 起点のた丸駅名和町うに中より30県道777号との重複区間2005年度平日12時間交通量、た丸駅からタン区間は北上、西進、南下して、た丸集落を通過する。県道伊勢滝線と重複し、県道渡来玉木線との交点で、北方向に曲がる。以降は終点まで、水田の中を進む。 ABC30 県三重県国事第17号の、二昭和34年1月25日三重県。平成19年三十県国事第268号。平成19年3月30日。AB30 県県土整備部高速道、道路企画室。三重県の道路、県管理道路一覧中部地方整備局。平日12時間交通量国土地理院。 発行二万五千分の一地形図、国束山、道松坂、ありがとうございます。